2023年9月13日、クリミア半島南西部セバストポリのロシア海軍黒海艦隊の基地内にある、オルジョニキーゼ艦船修理工場に巡航ミサイルが飛来し、工場内で修理中だった艦船2隻が損傷したよ。この攻撃についてはウクライナ側からの情報だけでなく、ロシア国防省も攻撃があったことを認める発表をしており、それによると、13日未明にウクライナ軍が発射した巡航ミサイル10発が、セバストポリ港にあるオルジョニキーゼ艦船修理工場に飛来し、工場内で修理中だった艦船2隻が損傷したとしたほか、黒海艦隊の航行中の艦船に対しウクライナが水上ドローン3隻で攻撃を仕掛けたとの情報も明らかにした上で、セバストリ港に配置されていた防空システムが巡航ミサイル7発を迎撃し、黒海上においては海軍の哨戒艇が全ての水上ドローンを破壊したと主張していて、このことによって修理工場には少なくとも3発の巡航ミサイルが防空網を突破して修理中の艦船に命中したことが明らかになったぜ。さて今回はウクライナ軍の攻撃を受けたロシア軍のキロ級通常動力型潜水艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ミサイル攻撃を受けた艦船修理工場のイヌイドックに入居していて修理を受けていた黒海艦隊所属のキロ級通常動力型潜水艦ロストフナドヌーとバルト艦隊所属のロプーチャ級揚陸艦ミンスクについてロシア国防省では損傷を修理した上で早期に復帰の見通しとしているが、その被害状況を撮影した動画や画像が SNS 上で公開され拡散されているよ。この攻撃に使用されたのはイギリスとフランスから提供されている、航空機に搭載されて空中から発射する長距離巡航ミサイル SCALPEG ストームシャドウと見られているんだ。この SCALPEG ストームシャドウはフランスとイギリスが共同開発した空中発射型の長射程巡航ミサイルで、その開発を担当して製造を実施している企業はフランスとイギリスの軍需企業数社が合併して誕生した企業で、イギリスに本社を置いているね。ミサイルの名称はフランスでは SCALPEG。フランス語でサイズとミーディークロイズアイリオートノームロングーパートイエンプロイジーンラルという呼称で呼ばれ、ストームシャドウはイギリスでの呼称だよ。ミサイル本体は四角形の形状で、その大きさは直径が最大 0.48 メートル、ミサイル全長 5.1 メートルの大きさで、重量は 1230kg あり、推進動力はターボジェットエンジンが搭載されていてマッハ 0.8 の速度で 250km 以上の射程距離を持つんだって。ちなみにフランスの SCALPEG にワンドクエヌミサイルディークロイズアイリネイバル海軍巡航ミサイルと呼ばれている、水上艦発射型及び潜水艦発射型のミサイルが開発されており、これは潜水艦の魚雷発射管からでも発射可能なように胴体断面の形状が四角形から円筒形に変更されているほか、ロケット推進装置が追加され主翼の格納方式などが変更されているぜ。なお、このタイプがウクライナに供与されているかは不明だが、ウクライナ海軍の状況を考えれば提供はされていないと見られているな。水上艦発射型についてはフランス海軍の水上艦艇に搭載されているミサイル垂直発射システム VLS から発射され、2018年4月17日のシリア内戦においてアキテイヌ旧駆逐艦から初めて実戦で使用されており、潜水艦発射型はシフラン級原子力潜水艦に搭載されているよ。SCALPEG ストームシャドウの誘導方式については、中間誘導では INS GPS DER PROM2 などによる自立飛行によって敵のレーダー波をかいくぐりながら目標に接近し、終端誘導は本体内に搭載されている赤外線画像シーカーによって行われるんだ。弾頭にはブローチという重量約 400kg の二重貫通弾頭タンデムヒート弾頭が採用されているが、これはストームシャドウ用にイギリスの BAE システムズが特別に開発したもので、戦車の装甲やコンクリートの掩体壕を貫くことが可能であり、このタンデム弾頭が船舶に対しても同様に威力があることがミンスクやロストフナドヌーの被害を見ても明らかだろうね。タンデムヒート弾頭は、標的に命中するとまず信管が作動して先端部分にある指向性爆薬が詰まった小型の弾頭を爆発させるぜ。
この5つ目の指向性爆薬の弾頭によって地面コンクリート金属装甲の表面などに穴を開け、2つ目の弾頭が標的の装甲内部に入り込みそこで爆発する仕組みだな。18日に SNS に投稿されたロストフナドヌーの損傷状況が撮影された画像からは、SCALPEG ストームシャドウが着弾したとみられる艦隊中央部の外郭が外側にめくれており、これはミサイルが艦隊外郭を貫通した後に内部で爆発したことを示しているよ。公開されている画像を見ても大穴が開いているロストフナドヌーの損害は相当なものであると推測されるが、命中したミサイルの弾頭がこのタンデムヒート弾頭のブローチであったとするならば、同艦の艦隊内部は計り知れないほどの損害を被っているものと思われ、ロシア側が主張しているように修理して戦線復帰することはかなり難しいとの見方が出ているんだ。その場合、ロシア海軍においては旧ソ連海軍時代を通して、第二次世界大戦後において初めて戦闘で潜水艦を喪失したことになるよな。ロシア軍は昨年秋以降、ウクライナ各地の大都市に対して巡航ミサイルによる民間施設や電力インフラなどを標的とした無差別攻撃を実施していて、航空機による空中発射型や地上発射型のみならず、黒海上から黒海艦隊のミサイルフリゲート艦やキロ級潜水艦などからも、艦隊地ミサイル 3M54 カリブルを黒海艦隊の艦艇や海キロ級通常動力潜水艦などから発射しているんだ。これらによる攻撃によってウクライナの一般市民に多大な犠牲が出ており、この無差別攻撃を阻止したいウクライナとしては、水上艦艇よりも発射を阻止することが困難である、ロストフナドヌーを含む黒海艦隊のキロ級潜水艦5隻の存在を何とかしたいところであり、今回の戦果はウクライナにとって非常に大きいとされているね。また、メディアや軍事専門家などの間ではロシア軍には水陸両用作戦を展開する余裕などないのに、ウクライナ軍はなぜ大型揚陸艦を狙うのか?と黒海艦隊の大型揚陸艦への攻撃をいぶかしがる向きがあるが、これは黒海艦隊においては機雷の敷設を大型揚陸艦の任務としていることがその理由だろうな。ロシアは先月、国連やトルコの仲立ちによって締結されたウクライナの穀物輸出合意の期限切れに際して、一方的に延長しない旨の宣言をしたためそのまま合意が失効してしまい、ウクライナのオデーサなどから出港する穀物を搭載した貨物船の安全が保障されなくなったよね。黒海の制海権を有しているロシア黒海艦隊では、ウクライナから出港する貨物船の臨検や打砲を行うことを宣言しており、ウクライナ側としては自力でクリミア半島西側の海域の航路の安全を確保しなければならないんだ。その際に水上艦艇については地対艦ミサイルネプチューンや西側諸国から供与されている、対艦ミサイルハープーンなどで牽制できるものの、潜水艦と機雷を敷設については対抗する手立てがなく、そのため、黒海艦隊が多数を保有しているミサイルフリゲートやコルベット、ミサイル艇などよりも、神出鬼没な潜水艦の破壊と機雷敷設を行う揚陸艦を排除することが必要となっていて、特に機雷の敷設は絶対に事前に防がなくてならず、それには稼働可能な揚陸艦の数を減らしておくことは理にかなっていると言えるだろうな。セバストポリ基地については、今回の修理ドック攻撃に続いて、22日には黒海艦隊司令部に対して SCALPEG ストームシャドウによるとみられる攻撃があり、同司令部の建物から黒煙が上がっている画像が SNS などに投稿されたぜ。この攻撃についてはロシア国防省も、ウクライナの攻撃の結果、黒海艦隊司令部の歴史的な建造物が損傷したと認め、軍幹部1名が行方不明としているが、ウクライナ軍側からはロシア軍幹部を含む数十人の死傷者が出ているとしていて、画像などから見る被害の様子から実際の被害はウクライナ軍の発表に近いのではないかとの憶測が出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。